ドラゴンクエスト5天空の花嫁、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。チゾットのコンパスっていうのがここの名産品らしいんですけどね、まだゲットすることはできません。では今回パート30に当たるんですけども、まあけなげに頑張っていきましょう。コメント返信の形をですね、少し変更していきたいと思います。本編15分で、コメント返信入れてやべ、コメント返信入れると15分、まあからないし20分ぐらいの動画になっちゃって、35分ぐらいの動画になるのがちょっと嫌なので、ピエールとブロンコ、ちょっと頑張って戦ってってくれ、自分たちで。コメント返信はまた別に撮ります。多分それは15分ぐらいになると思うんですけど、その15分の返信の動画を、そのコメント返信してる動画の、動画レスポンスとして貼り付けることにします。その動画レスポンスっていうのは限定公開の形にして、 URL を知ってないと、見れないっていう形になるんですね。つまり、チャンネル登録している人が動画アップロードすると、 YouTube のホーム画面にこの動画がアップされましたとか、あるいは通知機能をオンにしてたら、ドラクエを誰々さんがアップしましたみたいな、そういう風になるんですけれども、限定公開なので、まあ、URL を知らない人以外には見れないという形になるわけですね。じゃあ見れないじゃないかって思うけど、限定公開で動画レスポンスを貼り付けることによって、その貼り付けることによって皆さんも 見れるようになってます。まあちょっと動画再生回数の稼ぎ行為みたいにもなっちゃうのは残念なんですけど、まあ他にやる方法がなかったんですよね。限定公開、全員の全公開にしちゃうと、今度はそれはそれで動画数が増えちゃうんですよね。だって例えば13からコメント返信してパート100までいくと考えた時に、80本分の動画になっちゃうわけなので、それが嫌なのでね。ということで、あれ？危ね、これ落ちるじゃん。これ落ちちゃダメなんじゃないの？落ちていいのか、落ちて良さそうだな。 OK ということで、とにかく自分が伝えたかったのは、例えばパート13のコメント返信をした時は、パート13の方にチャンネルじゃねえ、動画レスポンスとして返信動画を貼り付けておきますということをお伝えしたかったです。例えば今これパート30ですけど、パート30の時点でここまでコメント返信動画、動画レスポンス貼り付けてますよみたいな風なことを説明欄にこれから書くようにしますので、そういう形でやっていくことにしました。はい、という宣言です。それからですね、ドラクエじゃねえや、マリカーだったり、あるいはゼルデンだったり、ちょっとコメント返信が夏のうちは追いつかなさそうなので、まあ、2本まとめて動画上げて、まあ、あるいは3本上げて、まあ、うち2つをコメント機能無効にして、3本目はオープンな形にしとこうかなとか、そういうのも考えてますので、まあ、この前試験的にね、1回ゼルデンでやったんですけど、まあそんな感じのをやっていくことになるかもしれません。ということを、うわ、ここで宣言しておきます。さまよう鎧、これは人間にはつけられないんですよね、呪われてるので。まあつけられるっちゃつけられるんですけどね。お鍋の蓋とかいらないな。ただモンスターにこれをつけてあげる、弱いのか、つけてあげる。俺間違えてた？何か危険な匂いがする。あまり強くないのかな。これからもね、何か危険な匂いがするっていう防具を結構入手するんですけれども、それはモンスターにはつけれることができるのでね。モンスターも呪われるんだっけな。これ落ちそうだな、木が。そんなことなかった、よかった。世界中の葉、まあ、ザオラルを覚えている、そうだ、この前間違えたんですよね。皆さんに訂正してもらったんですけど、
オークではなくて仲間になるのはオークではなくてオークキングだそうですね。やばそうな敵が出てきたぞ。キメラ系は基本的にやばいんでね。こう、攻撃かな？で、ラリホー。いや、ビアンカの素早さが多分間に合わない。明治キメラはとりあえず落としたいな。全員で攻撃しとこう。ギラ。いやー、コンボだな。いや、コンボすぎる。不気味な閃光で、魔法の威力を弱、魔法耐性を弱くするんですよね。それでギラマヌーサってなかなかのコンボですよね。うめえな、よう考えられてる。しかもマヌーサきついぞ。マヌーサきつい。ラリホもマヌーサで当たらないんだな。でもたまたま効かなかっただけか。あーどうしよう。ビアンカで攻撃しても意味ないんで、ベギラマかな。弱ー効かねえよな。そうだよな。しゃあなし。オッケーオッケーオッケー。ずっと不気味な閃光打ってってくれれば助かる。よし当たった。よしよし。ピエロは確かマヌーサ状態じゃないはずなんで。なんで1回のバトルがこんなに中ボス戦みたいになってんだよな。1回1回がハードすぎる。お宝箱いっぱいあるね。全部回収していきましょう。これいちいち戦ってるとすごい時間かかるな。でも戦わない、逃げられないはず。ミニデーモンスルーしていいのか。マヌーサ撃ってきたのは明治キムラだったな。明治キムラが実はそんなに強くなかったから。バイキルト防御？ボロンゴに来い、攻撃が。ボロンゴに集まれ。あっ！おぉ！メラミ！待てや。あ、そっか。やべ、勝手に命大事になってる。やべやべやべ。まあいいや。ああ、メラミがあるのか。ミニデーモンこそ一番危険な存在ですね。要注意だな。メラミっておい、50は鬼畜すぎた。普通に即死じゃん。ザラキみたいなもんだよな、このレベルだったら。ベホミ撃っとこう。誰食らったの？誰が食らった？主人公か。ミミック強いんじゃね？強そうだな。とりあえず攻撃だ。いやー、そうか、待ってた。作戦変えなきゃ。でもなんか倒せそうな気がしないでもないな。え、つえドン。いやきついわ。そりゃないわ。いやでも小さなメダルはくれるのか。過酷だな。世界中の方は使ってもいい気もしないでもないけどな。まあいっか、並び替え。いや主人公とピエールが残ってくれてるからまだなんとかなる。まだ大丈夫。すげえ。この一角で小さなメダル2枚。いやー鬼畜でしたね。まあザラキでも主人公とピエールが残ったからオッケー。よしとしよう。ポジティブに考えないとね。にしてもこのエンカウント率だよな。うわしょぼ。あ、でも抜けれそう。お外に出れたっぽいですね。きっと宝箱全然ゲットできてまだ続く。あ、でももうすぐですね。だいぶ取り残しが、取りこぼしがいっぱいありそうですけど、まあいいや。ん？下落ちれるんだな。落ちるのが正解か。あ、どっちにしても変わらなさそうですね。明治木村問題ない。マヌーサーまずい。よしよしよし。主人公とピエールが残れば全然問題ないんでね。キラは問題なし。ヒャドはまずいかも。あ、ヒャド一発いたー。オッケー。いやーでもやっぱりビアンカの存在は大切だな結構。
ビアンが使いようによったね。今はまだ装備とか整ってないんで弱いですけど。ん？こっちが多分外に出るルートですね。あれして下を行くのはなんだ？エンカウントしないのはうまい。これはうまかった。出そうだったけど、あ、そこで、お、ベロゴンロード。こいつ強そうだな。そうでもなかったですね。ワンターンで終わった。助かった。180か。爆弾石、爆弾石、爆弾石。世界樹はもう袋に入れとこう。使っちゃうとまずいからね。間違えて、戦いの時に敵に投げれば大爆発、ダメージ与えられる感じかな。まあそんなに使う場面ないと思うんですけど、一応持っとこうかな。いや、ピエール。よし、オッケー。コメント返信がね、この後残ってると思うとね、なかなか、なんていうんですか、喉が結構ね、厳しいんですよね。喋りっぱなしになるんで、20分。それがないって思うと、結構楽だな。いいえ。水の羽衣も、いいえ。おお、ラッキー。あざます。そんなこともあるんだ。今、この後何かあるのかなと思って、ずっと聞かなかっただけなんですけどね。ラッキー。ボロンゴにつけてあげようかな。伸び率がやっぱり高い方につけるのが定石ですよね。どうやらですけど、間違えてたみたいだね、ルート。こうじゃないんだ。こっちかな。いや、変わんねえよな。そうだよね、全然変わんねえよな。あそこに行きたいんだよね、きっとね。アホトーン。いや、違う、間違えた。そうだよ、ミニデーモン先だよ。3匹のつば。危ねえ。メラミ食らったらやばい、ほんとに。勘弁してくれ。22。いいね、伸びはやっぱ人間はすごいな。ベホマ来た。よし、じゃああとちょっとですけど進んでみようかな。こっちじゃないっぽいですね。また上に行くのか。まだここ来てないですよね。来てない。下に下らなきゃいけないはずなんですけどね。どんどん上に上がってますね。でも多分これが正解ルート。今まで来れなかった場所ですよね、ここら辺はね。1600、うまい。落ちるとやり直しになるか、慎重に。マヌーサ食らいたくないな。フラグか。ピエールが残ったから、まあよしでしょう。よし。いやー、ラリフォーはまずい。よし、助かった。お、ナイスヌーバー、ナイスヌーバーだ。マヌーサまずいって。よしよしよし、ピエールが残ってるのは素晴らしいな、本当に。あれ、ピエール。いやー、マジ助かる。ヌーバーの雄たけび、やっぱり助かるな。早くボロンゴが覚えてほしい。いやー、ピエール考えろ。そこは明治キメラだろう。いやー、長えなー。オッケー、よし、ナイス。そろそろマヌサが切れるはず。ナイス、よし、オッケー。一戦一戦が中ボス戦すぎるんだよ。中ボス戦っぽくなっちゃってんだよな、本当に。勘弁してくれよ。せっかくならね、今棺桶にいる人たちにも経験値を分け与えたかったけど、なんとかお外に出たらって感じにしようと思ってるんですけどね。パート終わりはなかなか見つからない。こっちか。
ミミック。ミミック来たぞ。おたけびは効かないだろう。ちょっと考えながら戦った方が良さそうだ。ザラキがあるからな。一発逆転のザラキがあるから。歌、受けた呪文の HP を自分のものにする。バギマとか効かんだろう。魔法カウンタ。攻撃。間違えた、そうだ。主人公が落ちたか。ヌーバー。ちょっと待って、作戦全員命令させろ。まあ、どっちにしてもないけどさ、選択肢が。攻撃しかないけど。よし、OK。もうザラキは来ないと見た、これで。あ、まずい。それでザラキ取られるか、撃てるのか、メラミオというのか。でも大丈夫。おーし、あぶねー。はい、小さなメダル。やばい、やばい状況になってきたな。これはちょ、2人で戦うのは危険な気がするな。マーリンとブラウンザきっと無理だ。強制的に上に行かせられたね。でもこれさ、もう一回下った今度手前側には行けるはず。そうだよね。あ、宝箱あったか。なるほど。天罰の杖か。確か効果はバギか、バギかな。これは上に行くべき。宝箱があるのか。取りに行こう。まずい敵が出てきた。先行しろ。よし、あぶねー、こえ。ダメですね。ちょっと先が見えないんで、ここで終わりますか、じゃあ。ちょっと変なとこで終わることになり、おお、仲間になりましょう。いつでも送れるように、マーリンとブラウニーを、まあ、すっからかんの状態にしてたんでね。じゃあ、マーリンを。これでメラミを撃ってもらえるようになったか。はい、では、このパートはここまでにしたいと思います。ご視聴お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。